日本被団協によると、通知書には12月10日にノルウェーである受賞式への招待と記念講演の依頼もあったとのことです。通知書はノーベル平和賞の発表から1時間後の今月11日午後7時ごろ電子メールで届きました。通知書には12月10日にノルウェーのオスロで行われる受賞式へ招待することや20分間の記念講演を依頼する内容が記載されています。また昨夜、平和活動を行う NGO アント広島の渡辺理事長は日本被団協のノーベル平和賞受賞を受け、今後の活動に向けて決意を新たにしていました。市民の力で世界の世論を作って国を変える、国の関係を変えていく、これからも被爆者と共に一緒にやっていくということがすごく大事だと。アント広島などが参加する団体では被爆80年の来年2月東京で国際市民フォーラムを開きます。今後広く市民の参加を呼びかけていくということです。